ポニーでで監督をしている野崎正です。僕はこれまで小中高大学生のべ2000人ほどに指導してきましたまた現在は中学校のポニーリーグで監督をしていましてそこで感じる教育やコーチングで大事だなと思うことについてこのラジオでは発信をしていきたいと思っていますさて今日のテーマは、えー、すぐに無理という人は成長しないということについて話をしていきます えっとまあ、私はですね、えっとまあ、仕事柄、まあ、毎日、えー、土日も含めて、まあ、子どもたちと接する機会があるんですけれども、えーっとまあ、成長する子っていうのは、まあ、ど,んなにどんな状況に立たされても諦めないと、えー、常に努力をし続けるっていう傾向があるなと思っていまして、えー、例えば、まあ、テストでもそう,なそうですしあるいは まあね、あのスポーツの試合とかでもそうなんですけれどもどんだけ相手が強かろうが最後まで諦めずにやるべきことをやるし、まあ、その前の段階ですよねテストの前とかでもそうですしあるいは試合の前でもそうなんですけれども常に自分を成長させようとするところがあるかなというふうに思っています。で一方で、 まあ、成長しない子っていうのはすぐに自分の能力を自分で決めちゃうっていうところがありますね。で普通に普段から接していても言葉の多くに「あ無理」とか「あれできない」とかっていうことが出るなと思っていて、まあ、これはあの、まあ、自分自身の捉え方を間違っているんじゃないかなとかっていうふうに、えー、僕自身は思ったりしています。でそれはどういうことかっていうと あの自分の能力をですね決めちゃってるっていうところがあると思うんですよね、えー、まあそれはどもうちょっと細かく言うと人は生まれながらにして、えー、能力は決まっているというふうな心持ちをしているから、えー、すぐに無理とか諦めたりとかあいつはこうだからとかっていうふうになると思うんですよねでも、えー、僕が教育をしていて何で自分がここにいるのかなっていうのは えー、常日頃から感じるといかいうか考えているんですけれどもやっぱりあの子供は常に成長するっていうところが、えー、僕の、えー、一番根本的な部分にあってどんな子でも、えー、諦めなければ、えー、成長はします。っていうかこれは 子供だけでででではないですす、ね。ね、えー。大人でもそうです、えー、自分自身ができないできないって思ってるのはあくまで幻想に過ぎないので、えー、日々努力をしていってちょっとずつちょっとずつ、あのーね、努力を積み重ねて練習を積み重ねていけば、まあ、無理っていうことは基本的にはないと思うんですよねだから、えー、どんな人であっても、あのー、自分自身がこれをするっていうことを決めたのであれば えー、自分で研究をして自分で考えてやっていったりとかあるいはそれの達人に聞いてですね、えー、どういう練習をしているんですかっていうことを話を聞いて、えー、その練習を取り入れてみると多分できないことはないと思うんですよねただ諦めてるからできないということに過ぎないと思うんですで、えー、僕はあの、ま、本を読む時にいろいろな本に出会ってきたんですけどもその一つに「やればできる」の研究っていうところが 本がありまして、まあ、これちょっと後で概要欄には入れとくんですけれども、えー、まあその研究はどういうものかっていうと、えー、まあ簡単に言うと自分は努力すればできるって思うタイプと、えー、花から自分の能力はこうだって決めつけているっていうこの2つのタイプの人間がいるっていうことなんですよね。で あのまあ、子供を育てるときに、えーまあ、親もそうですし、えーまあ、監督、コーチもそうですし先生もそうなんですけれども、えっと、子供に対して1、えー、つ言葉がけを注意しないといけないところがあってそれはあの点数とか結果で、えー、評価しないということですね、えーまあ、簡単に言うと試合に勝って褒めないと試合に負けても、えー、なてうけなさないということですよね。 勝ったから OK 負けたからダメっていうことではなくて勝った後にこの期間こういう努力をしていたから君たちは勝ったんだよねとかまあテスト期間でもそうですよねテスト期間でいい点数を取ったらこの2週間しっかりあなたは勉強を頑張っていたからこの点数が取れたんだよねとこの過程を褒めてあげるっていうことがすごく重要でこれは。 えー、ダメだった時も一緒です。えー、ダメだった時はこの期間この練習の仕方がダメだったから次はこれを直そうとかあるいは、えー、テストの時だとテストの点数が悪いということがあったら、えー、この期間ね多分練習勉強の仕方が間違ってたんだよと。だからその勉強の仕方を次は変えていこうみたいな、えー、話し方をしないと子供もがいつまでたっても 成長しないしあるいはね僕が見てきた中で能力はすっごい高いのに、えー、心持ちが、えーまあ、そういったね、えー、結果主義にとらわれている人がいて結局最終的に追い抜かされたり成長しないっていうところもたくさん見てきましたなので声をかけるときにはここ結構ポイントだなと思っていて、えー、ちゃんと努力,のして努力をしている姿を見ておいてそこの過程を褒めるとか えー、いうことをしていかないと、まあ、子供が頭打ちになってしまうなっていうことですね。えー、そのあたりを注意していかないといけないと思っています。なので、まあ、すぐに無理とかっていう人はもしかするといろいろな大人と出会ってきたかもしれないですけどその都度ですね結果で評価をされてきたんじゃないかなというふうに思っています。えー、まあ子供なんてまだ人生始まったばっかりですからね。その段階でえー、っと 試合の勝ち負けとかで「酔、えー、い悪い」とかって評価されちゃうともうそのあと人生ずっとそういう考えになってしまいますからそのあたりは本当に気をつけないといけないなというふうに思っています。でちなみになんですけど、えー、私はですね2 5 6歳ぐらいまで側転がまともにできなかったんです。 まあ、まともにできないっていうのは、えーまあ、体育を教える人間としての側転がまともにできないっていうことで膝は曲がるし回転は横に行くしっていうことでで、えー、他の先生にねいろいろ教えてもらったりとかして、えー、とまあ、っすぐには回れるようになったとで今は逆立ちにチャレンジしているんですけどこれも逆立ちも本当に2年前とかまではあのキープもできなかったんですけどそれを えー、毎日練習するようにして、えー、やったりとかですね、えー、子供と一緒に練習をしてみたりとかしてちょっとずつちょっとずつ成長していこうっていう自分自身の中にもあって、えー、僕自身もその気持ちを忘れてはいけないと思っていますし子供にもその気持ちを持ってもらいたいと思いますしあのまあ大人でね、えー、もう保護者の人もそうですし監督コーチもそうですけどその、えー、絶対に子供は成長するんだというと 心持ちを持って毎日、ね、接してもらえたらまた子どもが長い目で見た時にすごく成長するなというふうに思っているのでそこの長い目を見ながら教育をしていけたらいいなというふうに思っていますはいということで今日のテーマはすぐに無理という人は成長しないということで話をさせていただきましたそれでは素敵な一日をお過ごしください野崎昌司でした じゃあまたね。